こんにちは。三宅健さん、北山博光さん、ナンバーIMT、大東律樹さんら 2B のアーティストが総出演する初の東京ドーム公演 2 Heroes 2B First Super Live が2024年3月17日に世界独占ライブ配信されることが決定しました。滝沢秀明氏によって設立された 2B が2024年3月14日から17日の4日間にわたり東京ドームで初のコンサートを開催。その最終公演がプライムビデオにて約230の国と地域で独占ライブ配信されます。公演には三宅健さん、北山博光さん、ナンバーアイの平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さん、 IMT の佐藤新さん、本井俊介さん、鈴木大河さん、影山拓也さん、松井湊さん、横原裕貴さん、椿大河さん、大東律樹さんら 2B のアーティストが勢ぞろい。滝沢氏は 2B のアーティストが世界に羽ばたくきっかけとなる大変大きな取り組みです。この歴史に残る瞬間を皆様の目でご覧になっていただきたいと強く願いますと呼びかけ、 2B は今後日本のエンターテインメントを世界基準へと進化させ、グローバルで受け入れられるアーティストのプロデュースを加速してまいります。日本から世界へとメッセージを発信。プライムビデオジャパンカントリーマネージャーの児玉隆氏は、彼らのパフォーマンスを待ち焦がれていたファンの皆様にはプライムビデオを通して思う存分ライブの熱気をお楽しみいただければと思いますとしています。 2B 代表取締役の滝沢秀明氏は、このライブ配信について、この度 2B はアーティスト全員が参加するコンサートを Amazon のプライムビデオで世界の皆様のもとへ生配信でお届けする取り組みを開始いたします。 2B のアーティストが世界に羽ばたくきっかけとなる大変大きな取り組みです。この歴史に残る瞬間を皆様の目でご覧になっていただきたいと強く願います。世界の皆様、はじめまして。私たちは三宅健、北山博光、ナンバーアイ、IMT、大東律樹です。私たちのパフォーマンスにぜひご期待ください。 2B は今後日本のエンターテインメントを世界基準へと進化させ、グローバルで受け入れられるアーティストのプロデュースを加速してまいります。日本から世界へとコメントしています。彼らたちの輝いた姿をもう一度見たいと待ち望んでいたファンは多いのではないでしょうか。そんなメディアへの出演が多くなってきた 2B、 その中でもひときわ注目を集めているのがナンバーアイの平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さん。この3人はアベマで 2B の夏休み、ハワイ独占密着、新たな決意が放送された際に、ナンバーアイの平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人がそれぞれの旅について明かしました。同番組は 2B の三宅健さん、北山博光さん、ナンバーアイ、IMT のメンバーたちがハワイで様々な休日を過ごす様子に密着。IMT の面々にとっては先輩たちとのハワイ旅行だったりと、平野さん曰く、バック、つくとやっぱり深いもののそうでないメンバー同士にとってぎこちないトークで旅がスタート。この旅を通じて交流をすることとなりました。そこから旅についてのトークとなった一同、三宅さんから、普段から旅行好きだよねと声をかけられた平野さんは、好きですと即答しました。つい先日も神宮寺さんと共にシンガポール旅行に行ってきたそうで、神と結構旅をするのは昔からですね、趣味が結構多いんですよ僕と神って、と日頃から行動を共にすることが多いのだと言います。それゆえ旅行先でもペースはぴったりのようで、旅行行くと計画性の違いで結構めんどくさかったりするじゃないですか。僕たちはノープランで常に走りながら、看板とか出てくると、ここいいじゃん、じゃあここ行こうとか、と行き当たりばったりでも楽しい旅ができると説明しました。一方岸さんは旅について、
あんまりしないですけど、時間あったら行くな。と、そこまで頻繁に旅することはない様子で、誘われたら行くと回答。一同からそれはもうロケだよと突っ込まれてしまうことになりました。また北山さんは一人でたまにカンボジアとかワニの肉食べたりとワイルドな一人旅をしていることを明かし、一同を驚かせました。他にも初回放送ではメンバー一同がハワイに集結、まだ互いをよく知らない中レストランで食事をし仲を深めました。翌日、平野さん、岸さん、神宮寺さんの3人は朝からレストランへ。男気じゃんけんでハワイ名物ポキ丼などの支払いを決めることになると、平野さんが見事勝利。その後ロコモコなどを追加オーダーする流れになり、ここでも先ほど支払った平野さん以外のメンバーで男気じゃんけんを実施。平野さんは岸くんってご飯がかかるとめっちゃ強いんです。それがすごいムカつくから、岸くん勝ちますようにと岸さんの支払いを手を合わせ懇願。結果は平野さんの祈りが届いたのか、岸さんが勝利しました。続いて3人はコーヒーショップを訪れます。平野さんは真っ赤なタンクトップや土産をセレクト。支払いは男気じゃんけんで決めることに。結果勝利したのは平野さん。その代わり赤タンク、岸くん来てねと平野さんからの無茶振りが飛び出します。すると岸さんはノリノリで赤タンクトップ姿を披露。メンバーは笑いに包まれました。さらに最終日に 2B ファミリー全員で来たいとアロハシャツのショップへ。真っ赤なタンクトップを着た岸さんが試着室から再登場すると、平野さん、神宮寺さんは笑いをこらえきれない様子を見せました。三宅健さんと北山博光さんはのんびりとカフェタイムを楽しみます。アートの体験ができるショップでは有名アーティスト直伝でステンシルアートに挑戦することに。休憩中のプライベートトークでは、三宅さんはうちの家こんなのいっぱいあるよとゴム手袋が家にたくさんあることを暴露。北山さんに理由を問われると、素手で触りたくないものがいっぱいあるから作品とか真鍮の物移動させるときと答え、宝が眠っていることを予感させました。そして北山さんが、後輩が家に来たことありますかと問うと、三宅さんはないです、ないです、絶対入れないです、未だかつて誰も来たことないですと即答し、ミステリアスな一面を覗かせました。また IMP はグループ初の海外ロケ、かつメンバー7人のうち5人が初ハワイということもあり大はしゃぎ。オアフ島東部のハワイカイタウンセンター内のサンドイッチの有名店で、サンドイッチ一人でオーダーできるかなといったミッションにチャレンジすることに。不慣れな英語での注文に苦戦、一部オーダーミスがありつつも、なんとかミッションを完遂しました。ハワイの大海原へ移動し、全員初体験のジェットスキーやバナナボートなどマリンアクティビティを楽しむことに。ここでメンバーに告げられたのは、バナナボートに乗っている間は IMP の楽曲を PR できますといったもの。メンバー6人で楽曲の PR のためにバナナボートへ乗ることになりましたが、サビの前で椿大河さんと影山拓也さんがボートから転落、楽曲 PR タイムは終了しました。しかし佐藤新さんが、椿くん落下するとき綺麗すぎてカメラの前でやったんじゃないかと椿さんのやらせ疑惑を指摘。椿さんはそろそろ欲しいかなと思ってと狙って落ちたことを白状しました。昨年2023年12月25日、神宮寺さんはインスタグラムのストーリーズを更新。メンバーの平野さん、岸さんとのスリーショットにクリスマスメッセージを添えて投稿し話題になりました。個性豊かなコーデや表情、ポーズを見せる3人に赤白のサンタ帽を合わせた動画に、メリークリスマス、いつも応援してくれてありがとう、素敵な夜を過ごしてねの言葉を記しました。平日昼のサプライズ投稿に X では神宮寺さんのインスタグラムがトレンド入り。リアルサンタ降臨、3人かは9
クリスマスにサプライズストーリーあげてくれる。神宮寺勇太本当に国民的彼氏すぎて、さすが国彼。毎日幸せをありがとう。去年と大違い。こちらこそ推しがいる幸せを教えてくれてありがとう、などの歓声が飛び交いました。これからのライブや告知の数々、これからの 2B からは目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。